ドーズ委員会は、1893年3月3日に、アメリカ内務省、ビア歳出法案への付加条項によって、権限を付与された委員会。ビア副局長だったケビン・ガバーは2000年に、こういったインディアンの土地や主権を無効化する一連の合衆国姿勢について、民族浄化であると述べている。チェロキー族、地下層族、直騰族、クリーク族、 セミノール族のご部族の涙ナナの道。陸軍によって、オクラホマ州まで大陸を強制と砲弾させられ、数万人に上る途上死者を生んだ。この委員会の目的は、アンドリュー・ジャクソン大統領の人種隔離政策である、インディアン強制移住法の可決に伴い、インディアン巡州へと強制移住させられた、文明化ご部族に対し、連邦条約で保障されたインディアン部族の領土である。 保留地を解消するよう説得することであった。1778年に始まるインディアン部族とアメリカ入植政府の相互条約締結はインディアン部族を主権国家と認め、その領土をアメリカ内務省と部族との信託保留することで部族の国土とするものだった。しかしその後の欧州からの再現のない入植者の波は大陸全土に及び、 合衆国はこれらの条約を次々に破棄しては結び直し、彼らの保留地の保留を解消し、これを縮小していった。インディアン部族の保留地は没収、縮小され続け、1871年には合衆国議会はついにもはや合衆国はインディアン部族を独立国家と認めない、したがって今後は条約は結ばないとインディアン部族の同意を得ずに決議したのである。 これに続いて1887年2月8日に採択されたドーズ法はインディアン部族の国土の保留をすべて解消しインディアン部族員個人の不動産として再分するものだった。しかしオクラホマに強制移住された後近代化に努め憲法を発布し国家体制を整えつつあった文明化後部族は当然これにも反発した。そもそもインディアン部族を 白人の入植地から遠方の保留地に強制移住させ、その地で文明化のための社会体制を整える、要、インディアン強制移住法を制定して促したのは、アンドリュー・ジャクソン大統領とアメリカ合衆国であり、この方針に従わないインディアン部族は絶滅させるとしたのもアメリカ合衆国だったからである。オクラホマに強制移住させられたインディアンたちの保留地区分、 ドーズ法制定後は、彼らの土地は、加速度的に略奪没収されていった。この、文明化後部族を説得させる上記の意図をもって、1893年11月、グローバー、クリーブランド大統領は、ヘンリー・エルドーズを議長に、メリディス・エイチ・キットとアーチボルド・エス・マッケノン・を委員に、指名した。この不正な政策によって、インディアン諸部族はその部族の所有する領土を、 再分化されることとなった。この土地は個別の区画に分割され、各部族の個人に与えられた。自分がある部族の一員であることを証明するためには、目録として知られる国家の登記簿に貴族を宣言する必要があったが、この登録リストには、一人につき一部族でのところ属しか宣言できなかったのである。多くのインディアンたちは、 彼らの部族における所属が公式な制度に組み込まれることで合衆国政府の迫害を招くのではないかと恐れてこの名簿に登録しなかった。また南北戦争で解放された黒人奴隷の扱いもインディアンに大きく影響することとなった。人種差別を社会の根幹制度とする各州の州政府は自由身分となった黒人の社会的隔離のために黒人の地が混じったものは 黒人とみなすとして、血統証明に躍起になっていたからである。しばしばインディアンは他部族との婚姻によって、複数部族に帰属するものは多かったが、保留地の中で生活する分には問題ではなかった。しかし、保留地を個人の土地に分配するとなると、白人が法的優位に立つアメリカ合衆国としては、この血統がにわかに重要課題となったのである。 縮小されたオクラホーマの保留地を含む現在のアメリカ合衆国のインディアン保留地こうしてインディアンにおいては1、4チェロキー族または1、4クリーク族とされる者がいたとするとそれらはどちらか一方の部族としての未登録を強制されたもう一方の部族員としての財産権は合衆国政府の強制によって放棄させられることとなったのである 五大部族のみならず、一般的に、インディアン社会は、母系社会であり、彼らは、同髄委員会が強制するような、血統を、部族への帰属の唯一の基準とは考えなかった。最大の不合理は、インディアン部族と、黒人奴隷との根血である、多くのブラックインディアンに対する扱いである。彼らは、この同髄委員会の進める登録制度から、除外されたのである。 クリーク族国家内に存在する多数のブラックインディアンは今なおクリーク部族民との認定を要求している。しかしクリークインディアンの部族国家はドーズー委員会の登録簿に記載された人物の子孫だけをその市民としている。ドーズー委員会の結果としてオクラホマ州のインディアン諸部族はその部族の領土のほとんどを喪失した。これは 白人石油業者たちがタルサなどのインディアン保留地から採掘地を集奪し、または白人植民者が彼らの農場を広げるために大いに活用された。こういった部族の主権と領土権の再獲得は1934年のインディアン再編成法の制定まで待たねばならなかった。ありがとうございます。